同じキットになって、あらま、血流を集めてニキビの治りを早めていきますね。おじでーす。マケルでーす。今日はですね、グレーです。グレーです。クリニック帰りの、クリニック帰り、はい。ここに何か入るってかっこいいよね。おしゃれね。カンナも作るか、うん、AI メディカルクリニック効果博多にあります。ぜひ動画下の説明欄に、あの YouTube チャンネルもされてるんですよ。ぜひぜひチェックしてみてください。まあ、あの美容皮膚科の先生もされてるんですけど、髪の毛治療の動画をよく出されてます。ぜひチェックしてみてください。はい、今日はですね、私がアーティスティックになって初めてのアーティスティックに仕上げましたんで、正直ね、前半の記憶をあまり覚えてない部分があるんですけど、うん、だいぶ悶絶した気がする。そんな悶絶するようなことは、初体験だった。あんなにアイダの多分 YouTube、 あんなにアイダの YouTube でも初めてじゃないかな。うーみたいな。すごい僕はね、あえいでます。ただすごい背中がツルツルしてるんです。ツルツル、まあ針の効果でね、皮膚が整ったっていうのもあるんですけど、なんか、ね、背中がすごいツルツルなんですよ。ただね、ちょっと僕のイメージしてたのとちょっと違ったなっていうのは、僕が思ってたのはもうちょっとこうペリって剥がす感じかなと思ったら、なんかあれ、僕は後には見えなかった。性格でしたね。僕多分ね、綺麗にこうなってるのイメージだった。まんべんなくアート、芸術爆発ですよ。マキエルアートが爆発したんですよ。はい、何言ってるかよく分かんないと思うんですけど、まあ、詳しくはですね、本編を見ていただければ、ぜひ最後まで見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ここ最近はね、お肌のちょっとこのあたりのね、ニキビ大丈夫です。ほどいたらいいじゃないですか。あ、でもだいぶなんか顔のニキビ落ち着いてますね。これはね、うん、前にマッキーですね。ニキビ撃退バリューやってくれた。めっちゃいい感じに今なってます。後でちょっと皆さんにもお見せいたしますね。あれも厳密に言うと1回治ったのをさらに悪くしたっていうものなんですけど、寝てください。はい、ということで今日は、ね、背中をね、ちょっと肌荒れしてるということなんで、そのね、治療をやっていきます。それではまず脈を見ていきますね。そして今日の皆先生の脈は、おー、何そのリアクションは、何なんかこう空回りな脈。不整脈なんていうんですかね、なんか脈は一生懸命元気って言ってる感じなの。そんなんか空元気脈。あ、でも緊張してますね、脈が。ストレスですかね、疲労に。ストレスでしょう、ね、なんかキンキンって感じ。リラックスしてる時に気ないからですね。だそうです。筋脈と脳疲労も激しいということなので、そういったのも踏まえて背中のニキビ治療も一緒にですね、全部ちょっと今日は一緒に体もリラックスしてもらいながら背中のニキビにアプローチしていきます。はい、ということでですね、井上先生の現在の背中の状態を確認していきますね。だいぶ代謝が悪そうな感じですね。どうですか、僕のお背中は。お背中ちょっと痛々しいですね。汚い背中と書いてお背中。あらま、お背中はなんかあれですね、全体的に荒れてますね、背中。まあでもこの辺がやっぱ一番、肩甲骨のこの辺り、私の手ちょっと冷たいです。この辺までね、割と荒れてます。じゃあね、これを治療していきます。背中の、まあ、ニキビのケアにはなるんですけども、代謝が悪いのでちょっと代謝を良くするためのツボと、脳疲労が激しいんですね。で、トレーニングでは脳みそと腎臓の腎が結構深い関係にあるって言われてまして、腎をね、補っていきます。トレーニングではですね、脳みその方の髄介って言います。髄介のね、気がなくなりかけているのですね。なくなってはね。補っていって、
ます。腎のツボですね。背景腹流と水がいっぱい流れるようにね、ちょっと使っておきましょうかね。紹介と、あとね、肌荒れしているんで、ツボで言うと、食品天狗はね、肌荒れに効果的なツボですね。天狗は肩にあるですね、ツボになるんですけど、こんな感じでね、足の張りしていきます。そしたらですね、左右の腎の気を補ったんですけど、筋脈だったので肝の脈も整えたいんですけども、緊張する筋っていう字を書いて筋脈って言うんですけど、ストレス溜まるとですね、とにかくで肝臓がやられると言われてます。で、この状態だとちょっと肝のツボには打ちづらいので、肝臓と裏表の関係にある胆経のねツボを書きます。ではですね、背中のニキビに針をしていきます。ニキビのね、近くにちょっと針を打ってですね、血流を集めてニキビの治りを早めていきますね。先生、最近水はしっかり飲んでますか？飲んでるみたいですね。まあ、背中ニキビも結局まあ顔のニキビと原因っていうのは一緒にはなってくるんですけど、背中もですね、結構毛穴が多いので、毛穴が詰まってですね、こうニキビちゃんがですね、こうポツポツと気になる方ね、多いんじゃないかなと思います。なんか結構いい感じですね。針をするとですね、周りが赤くなるんですね。これあのフレア現象って言うんですけど、すごい血流が集まってきている証拠なんですね。ニキビの原因って毛穴に汚れが溜まって、そこにねアクネ菌がね発生してニキビっていうのができるんですけど、アクネ菌もですね、善玉と悪玉って言って2つあって、その3つがまあ悪玉アクネ菌ですね、ニキビの原因が。で、悪玉アクネ菌に、まあ、勝つためにはですね、菌に勝つための、まあ、白血球が必要になってくるんですけども、これがね、血流が悪いとなかなか白血球が集まってきてくれないんですね。それを針をすることで、フレア現象が起きて、血流が集まって、白血球がですね、悪玉アクネ菌と戦ってくれるというですね、素敵な現象ですね。あとはですね、やっぱ血流が何より大事にはなってくるので、しっかりね、お水も飲んでいただいて、代謝をね良くして、水の流れを良くしてあげると、ニキビがねできにくいお体になっていきますよね。やっぱあの水を飲むっていうのはすごく大事ですね。水飲んでますか？大先生ね、私はあのコーヒーを飲んでいるとこしか見たことがないですね。多分隠れてお水は飲んでるんじゃないかなと思います。普段ね、こんなに背中に針をすることがないので、なんか楽しくなってきましたね。背中が荒れてしまってますね。疲労が背中に溜まっているんでしょうね。結構背中に針を打ちました。はい、じゃあ10分経ったんで針抜いていきます。よいしょ。ニキビケアはですね、1回で治るものではないので、まあ、回数は必要になってくるかなと思うんですけど、そういったですね、針治療はニキビにすごく有効なので、直接ニキビだけにアプローチするのではなくてですね、体のその血流を良くして、白血球をですね集めたりとか、胃腸の調子を整えて、腸内環境からですね、ニキビができにくい体を作っていたりとかするので、ニキビにね、お悩みのある方は気軽にお問い合わせください。よいしょ、ちょっと動画じゃ分かりにくいんですけど、桜色になってますね。中に終わったんですか？あ、今背中抜けた後、足を抜いていきますよ。で、足の針をね、抜いていきます。結構早い段階で寝てましたもんね。うん、始めた記憶がない。撮影始めた時は
お話ししてましたよ、ちゃんと。何の記憶もない。針だけじゃなくて、今からですね、あれあれな背中にですね、海藻をアーティスティックにつけていこうかなと思います。マティエル先生はアーティストだったんですか？いや、違います。でもアーティスティックに、はい、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って。アーティストになりたい願望ありますよ。なんかおしゃれな、ね、人になりたいね。今日使うのはこれです。怪しい白い粉、これですね。海藻が入ってるんですよ、この中に。まあ、いろんなあの成分が入ってるんですけど、この海藻がですね、吸着作用があるので、毛穴に詰まった汚れをね、取ってくれるのと、鎮静化、ニキビを落ち着かせてくれてくれるので、これをね、塗り塗りしていきます。水と混ぜてですね、混ぜ混ぜしていきます。カナでは通常これをですね、レザンパックって言いますね。まあ、オプションであるんですけど、レザンパック美白と保湿のパックなんですね。なんか美容皮膚科さんとかでこうレーザー脱毛した時に、どうしてもやっぱこうレーザー当てちゃうと、ちょっと肌がこう炎症起こしちゃったりするんですよね。でそういうのを鎮静化させるために使ったりするパックになるので、荒れ気味の肌とかにしてあげるとすごい綺麗になります。多分ね、冷たいですよ。わー、近い。どうしましたっけ。ちょっとね、全部やる。果たしてアーティスティックに行けるかどうかドキドキしてきたの。行きますよ。どうですか皆さん、私のアートは。じゃじゃーん、こんな感じです。あ、疲れた。いや、いいんじゃないですか。結構いい出来です。レザーが固まるまで待ちます。はい、お時間経ちました。私のアートもだいぶ固まってきましたね。ちょっと確認していきます。おお、すっごい、分かりますかね、これ。このプルプル感、さっきのレザンパックなんですけど、めちゃくちゃプルプルになるんですよ。じゃあペリペリ入っていきます。ペリペリペリ、あ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 、ちぎれる、ちぎれる。なんでそんな感じ。臭い。あ、ちぎれる、ちぎれる。あ、ちぎれた、ちぎれてもった。おお、ペリペリペリ、なんとも言えない新境地。顔のパックを背中に塗ろうなんて、そんな贅沢、贅沢の極み。いやー、でもいい感じですよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。雑。雑。なんだ、最初のあの身長差はどこに行った。雑。あ、でも、うん、いい感じですよ。さすがレザンパック。普段はですね、この背中にパックするっていうのはちょっとないです。犬先生もね、背中が荒れてるからね、楽しみだったんで。おいや、もし背中のニキビでお悩みの方いましたら、ご相談いただければと思います。残りはね、ホットタオルで拭き取っていきます。よいしょ、あったけー。マジあったけー。でも実際ですね、この毛穴とか肌荒れを改善するのに、温冷浴っていうのは一個の方法ではあるんですよね。温めて冷やしたりを繰り返すと、毛穴が拡張と収縮、厳密に言うと拡張と修練って言うんですけど、拡張と修練を繰り返すことで汚れが全部出ていくっていうのは一つの方法論。寒い、吹き上げた後。何喋ると全然わかんない。
音霊がどうのこうのって言ってましたよ。いや聞いてますよ。うん。そうですね、ニキビに対しての針だったので背中の筋肉にアプローチしたわけじゃないんですけど、表面的にですね針しただけでも背中の感じもすごいふわふわ感が出てます。ゆっくり起き上がっていただきます。寒いですよ。はーい。おー、何に剥がされた。はーい、じゃあ最後に脈チェック。さて、梅先生の脈はどうなったのか。お、だいぶ落ち着いてますよ。寝たし。いや、ほんといい感じです。いや、でもまだやっぱちょっと肝の脈が強い感じがあるんですけど。ストレスの。しょうがない、ね。あるんですけど、だいぶ、落ち着いてきてます。やっぱね、カメラ回ってないところだけど。ましたけど、2時間ぐらい俺寝たんじゃねえかなと思って、今何時ですかって言ったら全然時間経ってない。でも針して寝ると、まあ、15分ぐらいでもね、寝ると2、3時間寝たぐらいの方がすっきりしますからね。そうだからね、皆さん夜間ホリックになりたい方はぜひ針を。え、なんか違うような気がしますけど。はい、そしたらですね、今日はメインはね、背中ニキビに針でした。通常は、背中にパックするっていうのはないんですけども、まあ、背中ニキビ気になる方もいらっしゃるかと思いますので、気になった方はお問い合わせしていただければと思います。今後もですね、こういった施術動画配信していきますので、よろしければチャンネル登録、評価ボタン押してくれると大変嬉しいです。ではまた次の動画でバイバーイ。あれあれな背中にですね、海藻をね、びっくりした。